メーテル。メーテル、メイトルは、松本零士作、原作の漫画及び、アニメ作品、銀河鉄道39以下、999などの作品に登場する架空の人物。アニメのオリジナルキャストは、池田雅子。星野鉄を、銀河超特急999号での旅へと、導き、共に旅をする、謎の美女。母親は、 機械帝国の女王プロメシウム。父親は、反機械化世界を目指しているドクター版。母プロメシウムの命により、機械化惑星を強化する部品とすべく、鉄をはじめとする数多くの意思強固な、青少年たちを集めるという役目を担っていた。だが、それは同時に、父親の番による、機械化惑星を破壊すべく、多数の同志をその中心部へ送り込むという作戦の、 ための行動でもあった。この相反する二つの目的を同時に背負いながら、鉄をと旅をしている。劇場映画、第二作、さよなら銀河鉄道39において、出身が惑星ラーメタルであることが判明した。数万年に近い寿命を持つラーメタル人だが、その肉体は、冥王星の氷の下に封印されていると見られる、口実。落ち着いた大人、妖艶でミステリアス。 理智的で物静かな雰囲気をまとう女性だが、虚勢を張りながら、真の勇気を持たぬ者、傲慢な者、生命を軽んじる者には怒りを表し、時には劇場に駆られる描写もある。プロメシウムにとっては、母親思いの良き娘であった。テレビ版の描写では、宇宙を支配しようと考えるものであれば、誰でもその名を知っているとされる。車掌からは、特別なお客様と明言されている。 その影響力は、覚醒系により変動があるようで、一般客同然に、パスの再発行を冷たく断られたりすることもあれば、ダイヤ絶対主義の999が、メーテル一人のために発射を遅らせることすらある。太陽系を離れ、アンドロメダに近づくほど影響力は強まる傾向に、ある。本人曰く、私はヘマはやらないわ、炭鉱本題一巻よりとのことだが、 999号のパスのセキュリティには無頓着なところもあり、様々な惑星でパスの盗難や紛失のトラブルに見舞われている。また、ぼやけ屋の一面もあり、鉄尾や車掌にも結構きつい調子で小言や文句を言う場面がある。松本霊児の作品に登場する美女たちに共通する長いまつげに切れ長の目、瞳の色はブラウン。星まで伸びた。 金髪、光沢のある、甘い色が特徴。作中では、憂いを帯びた表情や、寂しげな微笑みを浮かべていることが多い。細身の死体の肌には目立つような傷やほくろはない。膝元丈の長袖ワンピース、首周り、袖口、裾に毛皮ファーをあしらった、ケープ付きコート、ロングブーツ、アストラハン帽子を身にまとう。いずれもカラーは、黒で統一されるが、これは、 彼女の弁によれば、模服としての意味合いを持つためである。メーテルレジェンドや、ニーベルングの指輪などの幼少期を描いた作品では、表情に陰りは見えない。当時は、白いファーを着用していたが、その後、母が機械化により心を失う、機械帝国崩壊のために身を捧げた少年たちの、運命を背負う、といった出来事を体験するにつれ、その色も青、コスモボーリアーレイや、赤、 宇宙公共紙、メテル、クロエと変わっていった。ホテルなどでくつろぐ際には、ロング丈のワンピース、高温の惑星では、黒ビーキニを着用することが多い。下着に関しては、原作最終回における鉄尾との別離の際の発言から、カモフラージュランジェリーなるものを、普段は着用していたようである。容姿や服装など、原型と見られるキャラクターには、九十九。 連載開始の1977年から9年前となる1968年に松本が少女漫画雑誌に執筆した短編ナターシャ、講談社、仲良し1968年1月増刊掲載のヒロインナターシャと日の森の講師家のヒロイン講師家、小学館少女コミック1968年12月号増刊号掲載が挙げられる惑星 闇闇で人工太陽を打ち上げようとしていた女性、レイランはメーテルの頭脳が持つ能力をそう宇宙にないと高く評価。自分の家に監禁したメーテルの頭脳とコンピューターを連結させ打ち上げを成功させた闇闇の姉妹。また、メーテルは999のコンピューターと自分の頭脳を連動させ惑星、好奇心の子供である二つの月を自滅させている。 好奇心という名の星。武器の扱いに長けており、重力サーベルを取れば、女海賊、エメラルダスと互角に戦い、無知を取れば、宇宙一と言われるほどの達人である。射撃の腕前にも優れ、早打ちのプロフェッショナルの機械化人といった、早打ち対決で勝利している、プロフェッショナル魂。主語。本人曰く、いろんなお酒を飲んだ経験があるとのこと。 水がめいっぱいに入った宇宙で一番強い酒と言われる惑星サイレンのラム酒をことも投げに飲み干しマントで素顔を隠したハーロックに簡単な声を上げさせている時間上の海賊 C62 の反乱における999社内でのレクリエーション大会の際にはフラメンコギターでフラメンコを弾いたテレビ版の最終回では鉄男と別れる際に日本語でしたためた 達筆の手紙を残している。身体能力にも優れ、TV 版、定時空間のかじられ星では、空中で宙返りを繰り返しながら、警備兵のレーザーをすべて避け、エターナル編冒頭では鉄を繋いでいた、特殊合金製の鎖を、素手で引きちぎりだ模様である。この他、惑星アレイで鉄をの戦士の銃を借り、ショックガンのように使って、相手を気絶させたことがある。 また、二重惑星のラーラではトランクに、さま様々な銃を収納しているのが確認出る。一家はアニメで登場したもの。体に関しては、謎も多く、生身の人間なのか、機械化人なのか、原作及びテレビ版や映画において様々な描写が、されており、明確にはなっていない。盗賊アンタレスから、生身の人間であることの証明に、 骨格のレントゲン映像を撮られているが、原作のアンドロメダ編最終話では下着に,にカモフラージュ機能があることが明かされた。劇場版、第一作の藤川警戒によるノベライズ版、朝日ソノラマ版では、ドクター版のペンダントが持つ特殊な力によって、レントゲンに骨格を映し出したとされている。迷いの星の影、シャドウでは、冥王星にて、 本当の自分の体とおぼしきものを見て涙している。メーテルに連母し、彼女から本当の姿として、裸体を見せられた相手の恋心が一瞬にして、冷め場面がある。鉄王にも別離の際に見せようとしたが彼はそれを拒んだ。劇場版第一作では、母、プロメシウムから宇宙一美しい体として、鉄王の母、 星の家内の若い頃のそれを与えられたとされ、鉄夫の母のクローンである可能性を示唆するものとなっている。そのため、メーテルがクローンなのか、鉄尾の母とどういう関係にあるのかなど、ファンから電話で問い合わせがあったという。また、母からもらった体が年を取れば、別の体を移し替えて、果てしない時間の中を旅してきたとも語っており、以前から廊下に応じて、 肉体を交換してきたことを明かしている。なお、彼女が鉄男の母に生き写しであることについては、原作及びテレビ版では、謎とされていた。劇場版一作目では、分身として、惑星メーテルがあり、原作では巨大な機械の生首となっている母、プロメシウムの背面にメーテルの顔が配置されている。原作で、メーテルはこのプロメシウムの背面にある顔を、分身と呼び、 分身のメーテルは、通い合う、同じ一つの心を持った二つの存在と語っている、ことから、生身の体と機械の体操法で人格を共有していることが判明している。背面にある、メーテルの分身を介して、メーテルの考えや行動がプロメシウムに伝わっていた。劇場版一作目のラストで鉄男と別れる際に、冥王星にあるとおぼし元の体に戻ることを示唆し、 たとえ再会して、鉄尾の傍らにいても彼が気づくことはないだろうとする、胸を語ったが、続編である映画2作目では変わらぬ姿で登場した。作中で、元の体に戻らなかった理由については語られていない。劇場版、第1作の公開から1年後、原作者の松本はインタビューで、メイテルは人間ですと答えている。それを裏付けるように、 映画2作目終盤に登場する、機械化ニを含めた、あらゆる機械が、持ち機械エネルギーに対して吸引力が作用する、大暗黒水星サイレンの魔女の影響を受けていない。こうしたことから少なくとも、映画では、生身の人間であるとされているものの、前述のように原作ではそれだけでないように描かれており、依然として、謎は残っている。宇宙一とも称される美しい肉体はしばしば、 狙われる。海賊船クイーンエメラルダスでは、病に倒れたエメラルダスに代わって、船の指揮を取るアンドロイドが、劇場版、第2作では999号のウェイトレスを務める、機械化人、メタルメナが、それぞれメーテルの体を奪おうとした。なお、レジェンドにおいて、メーテルそっくりの顔をした、新竹鳥物語千年女王のヒロイン、雪野弥生と、 999のプロメシウムが同一人物という設定が明確にされた結果、レジェンドが発表された2000年以降は、機械化人になる前のプロメシウムの用紙をメーテルが受け継いだと解釈されている。原作においては、少年誌向けのサービスカットとしてヌードなどを披露しているが、テレビ版及び映画版では低年齢視聴者への配慮からこうした描写が一部カットされた。 キャラクターの知名度を利用した PR などが行われている。松本は映画、我が青春のアルカディア公開前のインタビューで、1シーンだけ、メーテルが登場すると発言し、その続編となる、テレビアニメ、我が青春のアルカディア無限起動、SSX 放送開始前のインタビューでも、テレビでは出る、可能性もあると語っているが、結局登場はなかった。ただし、SSX では、 メーテルの登場が予定されていたため、第1話にコードナンバー、X-999 と呼ばれる、メーテルらしき女性のシルエットが登場している。千年女王映画版でのテレビ CM におけるキャッチコピーは、千年女王はメーテルなのか。だったが、弥生とメーテル、999と千年女王、それぞれの関連性は、映画では、確認されなかった。その後も、 企業などの PR に利用されており、2006年、開港した北九州空港に案内状として、メーテルのロボットが設置され、同年6月24日より、サントリーフーズのだからの CM にも出演した。メーテルに似た女性を応募するコンテストも行われている。アニマックスで2008年9月より、テレビ版の放送が開始された際には、ミス銀河鉄道39あなたの選ぶメーテルが、 パチンコ機、CR びっくりパチンコ銀河鉄道39が2011年8月からリリースされた際にはそれを記念してミスメーテルコンテスト2011が行われこれらのイベントには審査員として原作者の松本も出演している松本が長らく居住し名誉区民にも選定されているネディマクでは2012年8月1日から 原動機付け自転車のナンバープレートに、さよなら銀河鉄道39のイメージイラストのメーテルを描いたオリナルプレートを制作。枚数限定で交付されている。北九州市漫画ミュージアムの開業に伴い、メーテル及び星野鉄を宇宙海賊キャプテンハーロックのハーロックのキャラクター銅像3体を制作、設置されることが明らかになった。二千十二年八月三日、 北九州市漫画ミュージアム開業セレモニーの場において松本らの手により銅像も除幕式が行われ披露された。2006年8月に松本霊司本人がゲスト出演した文化放送国丸ワイド御前様にて語るところによるとメーケルそっくりの親類松本とは血縁関係はないの写真が菩提寺より最近発されたというフランス人のクォーターで 松本が生まれた1938年に亡くなっていることについて因縁めいた話をしており、それによるとメーテルのモデルは松本の6代前の先祖が持っていた楠本孝子、シーボルトの孫娘の写真だというしかしシーボルトはフランス人ではなくドイツ人であり、楠本孝子はドイツ人のクオーターである。スター社など松本の描く美人に共通するモチーフに、 なっているとも言うが、松本本人のインタビューでは、高校生時代の同級生がモデルであると言ってる時期がある。このほか、メーテルという理想の女性像にたどり着くまでは、八草香るの写真を模写し、自分好みの陰影をつけた絵をお守りにしていたとも語っている。その後のテレビ放送のインタビューで、松本は、メーテルのモデルは、加藤時子とも語っており、モデルとされる人物は、 時期によって異なる。2017年10月のアニメージュのインタビューでは映画、風と共にサリヌのスカーレット・オハラや、我が青春のマリアンヌのヒロインであるマリアンヌのイメージも入っていることを述べいる。ここでは前日の楠本孝子や八チグサ・カオルの名前も挙げている。さらに2007年頃に松本の同級生が発見したという銀番写真の女性が、松本がお守りにしていた、 八千草香かるの写真と、そっくりだった子もあげて、不思議な、不思議な縁、何十億年も前からの遺伝子の記憶が美人を描かせてくれたという考えを述べている。なお、松本の妻で漫画家の美宮子が、モデルではないか、との説について、松本はこれを明確に否定している。1990年代以降の松本による、設定変更などに伴い、彼女の母、 プロメシウムは、千年女王のヒロイン、雪野弥生、ラーメタルメイ・ラーアンドロメダプロメシウムと同一人物とされている。また、かつては、一人娘という設定だったが、エメラルダスが、双子の姉ということになった。これに伴い、宇宙公共姉マイナスなどの近年の作品では、エメラルダスは、母に反発し、他元をあかって機械化世界への抵抗を続ける。 宇宙海賊の一員となったとされている。これにより、999映画2作目での、プロメシウムが語る、ラーメタルに城を建てて暮らしていたが、人という人に裏切られメーテルと共に、宇宙船で、ラーメタルを脱出した後、アンドロメダ大星雲中心部付近の石ころのような、惑星にたどり着いたというメーテルの過去と、1990年代。 以降に発表された作品で描かれる、彼女の過去とは整合性の取れないものとなっている。このほ他、佐久間愛が、九十九テレビ版の、メーテルの旅前後編、百九百十話で、もう一人のメーテル、クレジット表記は別のメーテルを演じている。なお、プレイステーション用ゲーム、松本零百九十九ストーリー・オブ・ギャラクシー・エクスプレス九百九十九 では、二人のメーテルの声を池田が一人で担当している。また、テレビアニメ放送当時の999関連イベントで会場に池田が不在だった際に参加していた当時小学生の林原めぐみが代役を務めたこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。